作業をするフッタライトの婦人フッター派は16世紀に生まれたキリスト教の一つアナバプテストの流れを組む一派。ハッタライト、ハッタライト、フッタライト、ハテライトとも表記する。名称は南チロル出身の創始者で火炙りの刑に処されたヤーコプ・フッターにちなむ。ヤーコプ・フッターは1533年からモラビア・アウステルリッツの再洗礼派のグループを指導し、数組の夫婦とその子供たちからなるコロニーに組織した。この組織は財産共有など典型的な宗教的、鬼没的共同体主義に基づいていた。19世紀後半から20世紀初頭にかけ、東方やアメリカ、カナダに移住した。この時移住したフッター派の町にはドイツ語の名前がある。1988年の時点で北米にはコミュニティが約260カ所あり、その他の多くは、カナダのアルバータ州、マニトバ州を中心に分布し、総数は約4万人いると見込まれている。各集落では、主として農業が営まれている。農業生産者としての技術力は非常に高度であり、自給自足以上に農産物を生産し、外部社会に販売している。隔絶的な生活、信仰と固有の文化に固執し、フッター派ドイツ語を誇示していることはアーミッシュのようである。文化の同化せず、投票など政治活動にも参加しない。また、基本的に離婚は認めない。また、避妊も認めていないため、人口の増加率が非常に高い。集落が大きくなると分村する必要が生じる。この分村に必要な資金は、農産品を外部に販売することで外部より資金を調達している。弾劾ありがとうございます。